第12回東宝 M1 グランプリ飛風の よろしくお願いします。よろしくどうぞ。セーラー服反逆同盟と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますって、どこがでしょう。ねえ、反逆の気持ちを忘れず頑張っていこうと思います。はい、頑張りましょう。飛風堂ですよ。我々飛風堂と言いましてですね。飛風堂でございまして、失礼しました。やってるわけでございますけどもね。やってますよ。まあ見ていただいたら分かる通りね、はいはい、2人とも、うん、寄生獣でございましてですね。そうなんですよ。ねえ、食事するときは顔がパカって割れます。そうそう、パカってね。まあね、その珍しいっちゃ珍しいですよね。珍しいでしょうね。2人とも寄生生物のコンビって幻想郷では唯一。いや、幻想郷以外でもいないんじゃないですか。あ、そうですかね。でもね、一つね、嫌なことがあるんですよ。何ですかそれは。やっぱ同じ生き物なんでね、うん、なんかその尊敬する寄生生物とかね、結構かぶったりするんですよ。あー、そういうのあるかもしれないね。はい、多分かぶってると思うんですよ。マジで。ちょっとじゃあせーので言ってみましょうか。あー、尊敬する寄生生物を。いよいよ、いくよ。せーの、後藤。ほら、かぶった。あちゃ、ほら、かぶった。あ、やっぱ後藤ですか。あ、まあまあまあ、王道っちゃ王道ですけど。いやー、まあまあ、そんなね、飛風堂と言いますけどね。そうでございます。よかったら覚えて帰ってください、これを機会にね。はい、よろしくお願いします。いやー、でもですね、はいはい、最近我が飛風クラブにですね、うん、新入部員がちょこちょこと入ってきてましてね。あ、そこで冗談ですよ皆さん。冗談ですよ皆さん。大丈夫ですか。急に私たちを寄生生物を見るような目で見出したんですけど。見てましたけどもね。冗談ですよ。冗談です。私たち寄生生物じゃないですよ。ないです。あ、びっくりした。こう言うとやっぱお客さん信じてしまうんですね。まあまあ、真に受けることはありますよ。じゃあはっきり言っておきましょうかね。はいはい。私たちは寄生生物じゃありません。ありません。私たちはアジンです。はい、アジンです。基本死にません。いや、むしろ死ねません。はいはい。まあまあ、二人ともアジンのコンビってすごい珍しいですけどね。そうでしょうね。まあ幻想郷では唯一。いや、幻想郷以外でもいないんじゃないですかこれは。でも二人ともアジンだと嫌なこともあるんですよ。何ですか。あのね、尊敬するアジンが被ったりすることがあるんですよ。ああ、それね。多分一緒じゃないかな。ああ、そうですか。じゃあせーので言ってみましょうか。言ってみる。はい。せーの、佐藤。ほら、被ったもん。かぶりますね。やっぱ佐藤さんですか。まあ王道っちゃ王道なんですけどね。ですよね、佐藤さんは。ああ、まあまあね、そんな感じの飛風堂と言いますんでね。どうぞ覚えて帰ってください。今日機会にね。よろしくお願いします、ね、でね、飛風クラブに新入部員が入ってきて、はいはい、困ったことを言いど冗談ですよ皆さん。冗談ですよ。急にね、本当になんかアジンを見るような目で見出してびっくりして、もう本当にアジンだと。アジンを見るような目で見てましたか。見てて違いますからね皆さん。違いますよ皆さん。やっぱこういうの言うとお客さん信じるのかな。まあ、真に受ける方もいらっしゃいますよ。あ、じゃあはっきり否定しておきましょうかね。はいはい、否定しましょう。私たちはアジンではありません。私たちはジュラル星人です。はい、皆さんね、あの、まあ幻想郷じゃ唯一。いや、幻想郷以外でも唯一じゃないですかねジュラル星人は。でもね、あの、嫌なこともあるんですよ二人ともジュラル星人だと。ああ、なんですか一体。その、あの、腹立つやつがねあの、腹立つやつがね、かぶったりすることがあるんですよ。あるんですか。うん、多分一緒じゃないかなと思って。いや、かぶるかな。うん、じゃあせーので言ってみましょうか。言うじゃ。はいはい、せーの、バリカン。ほら、かぶった。やっぱりバリカン来ましたか。あ、まあ王道ですけどね。王道ですか、バリカンは。王道ですね。王道の意味がわからないですよ。ねえ再三おっしゃられてる何王道って。王道、王の道。道バリカンは王道ですか。王道じゃないですかね。ああ、そうですかね。まあまあ今日機会にね、覚えて帰ってくださいね。本当にもうないですよさすがに。ないですか。花もなりますよ僕も本当にもうね、適当にくっちゃべってね。本当に飛風堂です。飛風堂です。普通の人間と妖怪ですよ。妖怪ではない、はい、人妖です。普通の人妖です、ご安心ください。そうね。いやー、でもですね、あの、うちのクラブに新入部員が入ってきてね、大変な、なんで笑うんですか新入部員とかまた何か言い出すんじゃないかと思って
私もドキドキしながら聞いてるわけですよそんなふざけませんよ。もうないですよね。ちょっとね、エンジョイしすぎですよ本当にチャンピオン大会はお祭りとはいえ。ああそうですか。でもね、最近入った部員がね、困ったことを言い出すんですよ何をヘラヘラしながら喋ってるんですかあの、入っちゃいけない壺に入ってしまいました。ゾーンに入ってしまった。ゾーンに入りました。もう笑いが止まらないゾーンに。ジュラル星人とか言うからですよちょっと一旦ちょっと切り替えましょうか。硬い話でも。硬い話しますか。なんか引き締まる話をしましょうか。ああ、客が呪い殺された話しましょうか。ああ、硬くなりすぎですかね。どんな感じで死んだんですか。何歳ぐらいですか。19もうダメですね。19で笑ったらダメですよ。若くしてですから。20歳の一歩前で笑うとこじゃないです。お客様頭おかしいですよ19でね、死んで壺に入ったらダメなとこですよ。19で死んで、もうフリートークしますか今日は。いやもう大丈夫でしょう。ちゃんとやりましょうか。ちゃんとやりましょうか。でね、はいはい、最近うちに部員が入ってきて大変なんです。おー、どうしました。部員が動物を拾ってきて部室で飼いたいとか言い出すんですよ。あー、部室でね。飼えないでしょ実際には。まあ夏休みとかあるし。あー、なるほどね。ダメだって言っても聞いてくれないんですよ。どう言えば分かってもらえるのかな。あー、それは先生に相談したらいいじゃないですか。先生より私の方が偉いんですよ。え？皮膚クラブではね。じゃあ会長として宇佐美くんがビシッとそこは言わないと。どんな風に。オーケーオーケー、じゃあ動物を拾ってきなさい。お手本見せるからビシッとね。ああ、お願いします。会長失礼します。ああ宇佐美くん、疲れた今日。ああ疲れた。何があったの今日。でも今日楽しかったよ。おー、何が楽しかったの。今日ね、避難訓練があってね。ああ、あったね。ベルが鳴ったじゃん。うん、机の下に隠れろって言われて。そうそう。で私が隠れてたら、うんうん、クレハくんだけ一人だけ机の上に立って、うんうん、ウェーイとか叫んでてすると先生が、うん、クレハお前何をふざけてんだっつってね、めっちゃ面白かったのそんなクレハお前って何してんだ一体傑作やな拾ってこい動物を。ああそっか。おう、クレハ君は。クレハはいいんだ。誰だクレハって。拾ってこい。会長失礼します。おー宇佐美くん。会長。お、犬拾ってきた。なんで犬なんか。物質で飼っていい。ダメだ。はーい。いや捨てたらダメ。いや捨てたら。ちょ飼いたがれよ。お願いっつって。お願い。そうそうそう。なるほど。会長失礼します。おー宇佐美くん。会長犬拾ってきた。なんで犬なんか。飼っていい。ダメだ。お願い。ダメだ。はい。だから捨てんなってお前。食い下がってもっと。なんで鉄骨持ってんのお前。飼いたいんだよ犬を。すごい。あーそっか。うん、食い下がってきて。はい。会長失礼します。おー宇佐美くん。会長犬拾ってきた。なんで犬なんか。どっから拾ってきたんだお前。駅前のペットショップ。うん、泥棒だそれ。泥棒。血統証付きだよ。いやダメそんな。結構な値段するよ。よく持ってきたね血統証なんか。買っていい。ダメ、返してこい。公園で拾ってこい。公園で。そうそう。会長失礼します。おー宇佐美くん。会長公園で、うん、おじさん拾ってきた。ホームレスだろお前。買っていい。ダメ、住民票付きだよ。血統証みたいに見せんな。住民票あるホームレスよ。何それ。帰るもんか。世話しないだろどうせ。ちゃんと面倒見るから私。見させるか面倒なんか。君は超能力あるけどさ、お前他の女子と二人っきりになったらどうすんだ。あーでも大丈夫おじさん。おう、すっごく性欲が強いの。ダメだろなおさらダメだろ。でもおじさんが挨拶代わりにアルミ缶を2袋くれたよ。いらんそんなもん。何の挨拶だお前。おじさんは将来ビッグになるって言ってるよ。ならんそんなやつ。今なっとけ。捨ててこい公園に。おじさんを捨ててくるの。おう、捨ててこい。いい加減せよお前。犬拾ってこい犬を。はい。会長失礼します。おー宇佐美くん。会長公園で犬拾ってきたよ。犬なんか拾ってきたからに。飼っていい。ダメだ。お願い。ダメだ。ちゃんと面倒見るから。ダメだよ。お願いだって。ダメ。このわからずや。おじさんからもなんとか言ってよ。おじさんご主人タバコは一本恵んでもらえますか。喋んなお前。何人の漫才で勝手に喋ってんだ。ご主人タバコは一本。やるかタバコなんか。しけもくでもよかげんが。しけもくもやるか。一本。私も飯場クートラントですよ。クートラントですよ。帰れよ。なんか握り飯でもよかげんが。ない握り飯あげるようなもんは。しけもく、はいでもいいですから。はい持ってどうすんだ。はいでも。やるか帰れお前も。出て行け。ご主人ちょっと私をバカにしとうことはですね。なんだ。
なんだお前。私はね、将来ね、ビッグになります。就職せよ、そしたら。私は今働けよ、そしたら。もう帰れ。ご主人、わかりました。なんだ。私のお願い聞かんでよかです。おうおうおう。ただこのお願いだけは聞いてください。おう。風呂に入らせてもらえよ。お前の願いだろ。風呂入りてえのお前だろ。あと部員を抱かせてもらえよ。バカかお前、ぶん殴るぞマジで。私だいぶヒトラントですよね。だいぶヒトラントじゃねえよお前。私むっちましてね、ボコボコにしてやるぞマジで。ビニールシートに。ビニールシート出て行け早く。帰れ。ご主人ちょっと。なんだこの小娘がね。小娘ってなんだ。こげん言うとですけどね、お買ってやってもよかじゃないですか。学生様ね、こういう時にね、時期にね、アルミ缶潰すな廊下で。しかも話しながら持って帰れ早く。公園に戻れお前。なんだお前、行け早く。二度と来んなお前、大事故だよ。宇佐美くん、ホームレスなんか拾ってくるから。会長、買おうよ、お願い。どうしても買うのか宇佐美くん。買う。休みの日も面倒見れるか。ちゃんと面倒見る。電球もか。うん、本当にちゃんと買うな。頑張る。よし、わかった。じゃあ部室に入りなさい。よかったね、お前。よかったね。よし、よかったよかった。じゃあ早く部室に入りなさい。はい。いや、してたらダメ。いい加減にしなさい。ありがとうございました。皆さん、グッドボタン、チャンネル登録